今日はね、ちょっと危ないやつ。今日の食材はおこぜ。これ刺さるとシャレにならんでね。今日はね、一匹刺身で一匹塩焼きでやっていこうかな。やっぱり素材の良さがね、分かるのは刺身と塩焼きだよね。僕はね、まあ毒の魚に刺されたことないんで分かんないですけど、グローブぐらいにね、手が荒れるっていうんで、まずこれを取っていきます。まず背びれに V 字カットを入れていく。うわ、すげえ、なんか皮がブヨブヨ。こっちにも入れていく。これで危ないヒレが取れました。猛毒です、これ。これあれ、フォーカスガマ。これもね、ゴミ袋とかに無造作に入れちゃダメだよ。厳重に新聞紙とかでね、包んで捨ててくださいね。これでも安心。あとはもう普通におろしていきます。まずは塩焼き用エラを抜いていく。腹ワタを取っていく。はい、これで塩焼き用の仕込みの完成。はい、じゃあ次は刺身を、まずは頭を落としていく。この緑のやつ、これがニガ玉で、その横のこのクリーム色のやつ、これがね、おこぜの肝。めちゃめちゃうまいです、これ。このブヨブヨの皮をね、取っていく。はい、そしたらね、3枚におろしていく。これでね、おこぜの3枚おろしの完成。ここからね、刺身に作っていく。完成。これがおこぜの刺身とおこぜの塩焼き。こうなっとるな、えらい。これはうまい。きめ細かい、肝と一緒に。うわ、うまい。こう、皮剥ぎの肝とかよりもっとこう癖がなくて美味しいね。シャキシャキでクリーミーみたいな。次、塩焼き。はい、うまい。なんかフグとね、あんこを足して2で割った感じ。うめえ。ごちそうさまでした。次はね、この唐揚げとかもね、やってみたいよね。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。